かち。ということで皆さんおはようございます。おはようございます。今日はなんとあの千葉のですね超有名スーパーカーコレクターの M さん、パートナーの M さんじゃないですけどあの M さんが今日私のためになんとフェラーリを、並木に持ってきてくださるということで、まだ日曜日の朝ね9時15分ということで、なんて健康的なんでしょう。いやでももう多分シーズン的に一応は今日が最後かなという。もう円数3タイムは終わったんでね、車は止めやすいはずなんですけど、どこかにいらっしゃる、そこ、こっち両方にいる。ヤバタン、ヤバタン、ヤバタンタン、胃腸がヤバタン、ヤバタンタン。おはようす、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 いいっす。いやこの色もめっちゃかっこいいね、マットの。すごいね。どうもおはようございます。どうぞよろしくお願いします。 YouTuber のハルデンベルクと申します。はい、チャンネル登録してください。すいませんおお、いかつい、いい、やばい。撮影され放題ですね。懐深いですね。この人らが格付けしてくれるから自分が撮らんでいいんですよ。なるほどね。エアオーナー撮影会みたいになってる。大丈夫。なんか朝から派手な音してますけどね。はい、あかん人。ということでこんな感じでポルシェの後ろに止めてみましたということで、ね。おはようございます。すみません、お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。有名ユーチューバーのハルデンベルクと申します。どうもどうも。みんなぼかしてきます。ありがとうございます。来週ナンパシリーズ出します。来週はガチです。ということで朝からいい音してるなと思ったら、なんと知り合いのね、皆さんでした。いやどうもよろしくお願いします。なフューエルフェストさんがすごい機材を積んで、あこれですか。やば。おはようございます。あの有名 YouTuber のハルデンベルクと申します。おおやば、車に穴開けてるしやば。あフューエルフェストさん東京ジャパンという会社があるんです。イカチエッチさんと、エッチさん2人か、にあの撮影一緒にどうですかって言われて、フューエルフェストの撮影もし可能だったらお邪魔しようと思うんですけど、とりあえず車を動かします。いつもお世話になっております。あの顔映します。あのちゃんとぼかし、あの本当にいつもフェイスブックでありがとうございます。あの大先輩です。大先輩の車やっとお会いできました。ありがとうございます。やば、そうかこの時代でオートマだったんですね。これ超貴重。本当にメッキパーツももう信じられないぐらい綺麗ですね。これマフラーも見て、これやば、これもやばい、やば。ということでね、キッズの皆さん、日曜日のね7時半ぐらいに外苑、これ並木通りって言うんですけど、ここに来るとね本当に日本のスーパーカーを支えてるね重鎮様から、それこそねあのこうやって微笑ましいですけどね、オープンカーでね親子でこうね、あの車しか勝たんっていう人がたくさんいらっしゃるんで、ぜひぜひおすすめですね。いややば、マラネロ
愛いですね、やっぱりすごい綺麗。ということで皆さんこんにちは。こんにちは。今日はメルセデスベンツ中野さんにねお邪魔してます。新しい SL ですね。これ43 2リッターの電動式のターボかな。今からちょっと試乗したいと思います。今回ホイールがね結構独特のデザインで、ね、このリングがね、まあ、グレーでも結構上品な丸いね、じゃあ皆さんが見たいその屋根がないバージョンね、ちょっと持っててもらって、ここの動きが楽しいよ。ここの跡が面白い。今の反射の音は誰かのハルデンベルグ号です。そこ動きは最後笑うから、ほらトランスフォーン、うで今回の特徴は、今回右ハンドですけど、あの後ろにね人がやっと20年ぶりぐらいかな、あの椅子がついてます。まだ1000キロしか走ってない。いや内装やばくない？いや質感はやっぱ高いよね。すごいね。いや後ろの椅子がこんな感じで、なんか制限があって150センチまでしかダメって言われる、まあ、ほとんど物置ですけどね。ギリいけない、159。これでも本当にあれやね、すごいいろいろな情報が。すごい、大丈夫です。あ、ハルグ、まあまあ飛ばすから試乗の時にいつも言われます飛ばすなと。前ひどい時はさ、ここにスピードリミッターあるんだけど、リミッターつけられてる60キロしか出ないという。まあ何かあったらあれやし、うん、でも後ろは本当子供かな。快递店对不对？他们。